はい、チョコレートスクール略してチョコスク学級委員長の佐藤ノアです。担任のジャガモの斉藤です。よろしくお願いします。横田未来です。お願いします。イエーイ。はい、はい、チョコスクはお家で簡単に作れる手作りスイーツを紹介する調理実習の授業になります。とっても簡単にできるレシピを毎回素敵なゲスト、転校生と一緒におしゃべりをしながら楽しく、ちょっと身振り手振り多いですね。いいですよ、自由でいいですよ。一緒におしゃべりをしながら楽しく作っていきます。今日は転校生じゃなくて留学生なんですけど元気いいね。留学生なんですけども。そうですよね、留学生ですよね。はい、うん、テストでいい点取ったご褒美とか、うん、部活で頑張ったご褒美とか、うん、SNS にアップするため、お菓子作りを楽しむため、うん、などなど、みんなも美味しいミニチョコ作りを楽しんでみてください。内申点アップですね。あ、すごい、僕の台本全部読んでる台本覚えてる全部相手のセリフをちゃんと、ね、覚えてますよね。すごい、すいません、全部覚えちゃってる、ね、台本を読み込んでます。はい、それでは今日作るミニチョコスイーツはこちら、毎日チョコミルクです。わー、美味しそう。まあチョコとミルクですからね。うん、美味しくないわけがない。急に天秤かけ始めましたから。チョコとミルク。あ、そういうこと。美味しいわけがない。あ、美味しいわけがないからダメです。美味しくないわけがない。間違えたね。間違えたよね。美味しくないわけがない。美味しくないって言ってました。間違えました。違うよね。逆です。逆ですよね。美味しいのを作りましたよ。美味しいのを作ります。はい、それでは早速やっていきましょう。はい、明治チョコレートスクール。はい、それでは佐藤さん、牛乳を温めてホットミルクを作ってください。はい使うのは、はい、明治美味しい牛乳です。ありがとうございます。適量でお願いしますね。適量、おー、5倍入れますよねいいですね、入れ方がやっぱいいっすね。なんか性格が出ますよね。ふつふつするまでね、やります。うん、あのクリスマスも外出ないっておっしゃってたじゃないですか。はい、絶対出ないです。絶対出ないです、はい、逆にじゃあ何でこうクリスマスを楽しむというか感じるというか。あ、確かに。ターキー。ターキー、え、あれですか。そう、七面鳥。あ、買ってクリスマスかなっていう。あ、そこじゃあ食のチキンで。そうですね、なんか、うんうん、ご飯系でなんかクリスマスかなみたいな。あとなんか SNS とか見て、うん、なんか人がクリスマスしてると、ああクリスマスなんだなって。ああ、そこで感じるってことですね。うん、思いますね。それ浮かれてんじゃねえよとかは思わないですか、特にその。あ、全然なんかもうみんな自由に生きたらいいと思いますとかね、大人にな感じで、うん、みんな全然あの自由に、もう本当にパーティーしてる一瞬が例えば SNS 載ってたとするんですよ、うん、でもその人ももう苦労して仕事を終えた後でのパーティーかもしれないんで、まあ、なんかその人にとってのね。そうです、そうです。もう SNS はやっぱいい部分しか載ってないんで、そういうことは思ったことはないです。いやー、なんか大統領になったらすごいいい世界になりそうです。日本じゃ大統領になれないわ。あ、そうなんですか？日本はね、大統領いない。ないのよ。夫人。夫人さん。日本は、ね、総理大臣。あ、総理大臣。うん、さんどうですか？クリスマスはね、インドア、完全にインドアですけど。逆に外出たいですか。え、でも私結構アウトなんで。アウト、まあ、いろいろアウトですよね、確かに。アウトドアです。いや違う、絶対今の違う。違います、いろんなアウトなとこあるなと思います。いや違います。え、でもディズニーとか行きたいですね。ああ、いいね。このご時世とかじゃなかったらもう本当にディズニーとか行きたかったです。めっちゃ混んでるじゃん。でもいいんだ。でもなんかディズニーって一番なんかディズ、あ、なんだ、クリスマス、うん、クリスマスを忘れたんですよ。クリスマスをなんか感じれるかなみたいな。あ、確かにね。確かにぽいよね。え、そうなんですね。ツリーとかいろいろ世界観あるし、うん、行きたくてディズニー、クリスマスディズニー、クリスマスディズニー、はい、いいですよね。でもまさにめちゃくちゃ寒いというか、あっちの方だとね。確かに。え、でも、うん、ジェットコースター乗ったら忘れます、そんなこと。本当ですか。本当ですよ。寒いのは平気なんですか。あ、ダメです。あ、ダメそこノアさんと一緒なんですか。ダメです、ね、ダメだよね。でも外に出たいなみたいな。外に出たいです。あ、そうなんだ。なんかもう完全防御ですよね。あ、もう回路とかいっぱい貼って、回路も背中全部隙間なくボン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 みたいな、ガチガチにして、ガチガチにしてやります。徹底防備です。あ、そうなんだ、うん、さあ、ホットミルクを分けました。はい、ということでこのホットミルクに明治ミルクチョコレートボックスをお好みで入れて混ぜていきたいと思います。はい、でね、
ちらがこちらですミルクチョコレートボックスですね。はい、はい、私はちょっと甘いのが好きなんで、はい、ちょっと6個入れるかな。お、結構多めに。じゃあ6個取ってください。はい、多分あれだよね、ここぐらいが結構スタンダードな感じ。まあそうなんか、いい感じの、なんかまあ普通に通常のね。そうですね、はいはいはい、普通の量が。何個がいいですか。どうしようかなっていう時間はいらないので、4個4個で、はい、かしこまりました。4個いただきます。どうぞ。やっぱ大人だから先生は、そう、ちょっとビターな感じがいいんですね。ビターな方がいいんで、はい、なんちゃんどうしますか。そうですね、私も4個で、はい、大人です。はい、分けました。あと入れるだけで、ね、でいいんでしょ。そうなんです、めっちゃ簡単な。すごい簡単なんです。じゃあ入れていきますか。はい、はい、入れちゃえ。あ、入れて混ぜるだけだから毎日チョコミルク。さようでございます。毎日簡単にできるよっていう趣旨なんですね。こんな簡単なのね、本当に毎日できますよね、うん、明治チョコレートスクール。はい、ということで毎日チョコミルク完成。完成できた、できた。で、皆さん机の上をね見ていただくと分かると思いますが、はい、前回作りましたクリスマスケーキを今日は持ってきたので、はい、一緒に食べちゃいます。イエーイ。いただきます。いただきます。うん、やべ、ほっこり、ほっこりの味がする。ほっこりの味、え、わかります。めっちゃクリスマス思い出した、うん、この色。あ、色じゃない味、味、味です。味、疲れが取れる。なんか五臓六腑に染みる味がする。渋い表現だしっかりなんか血管に流れていくみたいな、染み渡ってる感じがね、うん、ほっこりな味ですね。やっぱストレス社会ですので、皆さんね、ぜひあのストレス溜まってると思うんで飲んでください、まあね、そういう方もいるでしょう。はい、いかがでした、チョコミルク。佐藤さんご自身飲んでみて。あ、なんかもっと、うん、結構なんか甘いかなと思ったんですけど、私的には4枚で結構ちょうどいい感じ。ちょうどよかった、はい、なんかほっこりな甘さでした、うん、はい、僕もね同じ4枚だったんですけど、ちょうどよかったんで、うんうん、いいかもしれないですね、これはこれでね、うんうん、どうだった。え、でも私結構甘党なんですけど、うん、6枚でちょっとちょうどよかったので、あ、じゃあ甘いのが好きな人は多分6枚ぐらい、うん、6枚ぐらいが入れてもちょうどいいかもね、はい、うん、ね。ケーキの方はどうでした、一緒に食べましたけど。めっちゃ美味しかった。めっちゃ美味しかった、うん、なんかでも食感がね、やっぱりなんかツルンってしてるんで、うん、なんか普通のスポンジケーキよりパクパク食べれる感じでした ね。すごい食べやすかったです、ね、しかもめっちゃ簡単に作れるから、そう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 、普段料理しない私でも結構すぐ作れそうな感じですよね。バッグにね入れて帰ってやればいいんですよね、うん、バッとやればいいだけなこうね、全部突っ込んでバッとやればいけそうだもんね、はい、確かにちょっと食べやすいですね、普通のね、うん、チョコケーキより。はい、なんか今残ってるんですけど、あとはスタッフの皆様と私たちで美味しくいただけますので、ます、はい、よろしくお願いします、はい、美味しかったですね。美味しかったです。美味しかったです。また作りたい。はい、はい、チョコスクでは手軽に作れる美味しいミーチョコスイーツを紹介しています。チャンネル登録と高評価ぜひぜひよろしくお願いします。お願いします。ということで、また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。バイバイ。明治チョコレートスクール。はい、皆さんこんにちは、ミーチョコアンバサダーの佐藤ノアです。このコーナーではみんなでチョコレートの原料であるカカオのことや、明治がカカオ農家の皆さんに行っている明治カカオサポートという支援事業について紹介していこうと思います。そして最後に小テストをやります。小テストに正解した5名様に抽選でチョコスクのオリジナルジャージをプレゼント。しっかり勉強していってください。今日紹介するのは明治カカオサポートドミニカ共和国編についてです。明治ではチョコレートの原料カカオ豆の持続可能な生産のために独自の取り組みを行っています。さらに世界カカオ財団を通じた活動も行っています。今日紹介するのはドミニカ共和国で明治が行っている活動についてです。ドミニカ産のカカオ豆は独特な華やかな香りを有するフレーバーカカオビーンズを生産する国の一つです。明治は同国のカカオ農家コミュニティを支援するための活動を行っています。明治は独自の発酵法を導入し、高品質カカオ豆の生産を支援、さらに学校、病院の補修、子どもたちへの学用品寄贈などを行っています。また明治は2026年までに99箱の資源ごみ分別回収箱の寄贈を目標に活動しています。さて、ここで問題です。明治はドミニカ共和国の農家への支援のほか、99箱の分別回収箱の寄贈を目標に活動しています。ふふふに入る言葉は何でしょうか。答えが分かった人はツイッターでハッシュタグ教えて佐藤のわ先生をつけて答えを投稿してください。正解した5名様に抽選でチョコスクのオリジナルジャージをプレゼントします。動画を最後まで見てくれてどうもありがとうございます。またね。
私たちは今日は